どうも皆さん、こんにちワームキング。海外版だとハマグリの口閉じてます。リュウです。さあ今日はですね、レイド和製デッキ、令和の不動優勢レイド和製デッキやっていきたいと思います。ちょっと名前ふざけすぎてる感はありますけども、ですね、不動優勢さんね、やっぱりエクストラデッキ足りないんだけど。やっぱ展開力すごいあるんですよね。やっぱクイックシンクロンっていう最強のチューナーモンスターと、あとボルタローっていうね、とっとこ走りよボルタローっていうね、あの最強モンスターがいるんで、まあ、こういうカードを使って展開力を使って召喚機を使わずにシンクロしていくっていうことができるんで結構強いですと。でいろいろやっているいた結果ですね、ジャンクシンクロンと、スクラップじゃなくてジャンクウォーリアーは抜けました。どっか行ったジャンクシンクロはどっか行きました。でまあギミック的にはですね、まあ、援軍がまあエンジンですね。援軍エンジンで援軍使って、オライオンとか墓地を食ったりボルタローを墓地を食ったりして、であの墓地から特殊召喚したり、こいつは墓地を食られるとトークン出るんで、そういうトークンを使ってシンクロ召喚していきますよと。オライオンが強いのはね、まあ、トークンレベル3なんですよ、出るのがね。普通レベル1とかなんだけど、現状記録で大体レベル3なんで、これが強くて、レベル3トークンだから、クイックシンクロンとレベル3トークンでジャンクデストロイヤー出したりするんですよ。だからもうほんと粉砕できるっていう。粉砕せよですね。それができるっていうのと、まあ、あとは、4出してトークンと、まあ、サイフレームっていう先行で、結構強めの妨害を構えることができると。いうこと。それから、ラッシュウォーリアー入ってるんで、ラッシュウォーリアーで墓地落ちたクイックシンクロンを回収できるという点。そして、もちろんクイックシンクロンとボルタローで、レベル7のシンクロ召喚を行っていけるという点。そして、ラッシュウォーリアーは、ウォーリアーシンクロモンスターが、まあ、戦闘が、アイデアモンスターのね、戦闘家の場合に、こいつを手札からぶん投げると、そのモンスターの打点が倍になるっていう、超強い効果持ってるんで、これで、ニトロとか、これマイティの打点を倍にしていくっていう、これ4400、これたら5600っていう、バカ強い打点になると。これがやっぱ強いですね。でマイティがなんだかんだ強い。結構戦闘で相手モンスター破壊すると、その破壊したモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手ラフに与えるっていう、まあ、打点弱いからラッシュで介護をしてあげる必要あるんですけど、介護するとすげえ強いんですよ。4400で相手破壊して半分ダメージを与えるんで、結構ワンキルとかも取れるっていう、まあ、そんな感じですね。で、まあ、ロックシンクロも結構ね、その、ライデンと、あとボルタローが走ってきて、できるんで、まあ、コーラルとか、まあ、これブリューナークとかでもいいんですけど、まあ、一応シンクロで新しいモンスターで結構、コーラルドラゴン割と好きな人多いと思うし、俺も好きなんで入れていますという感じですね。まあ、破壊耐性あるモンスターちょっと多いかなって思ったら、ここをブリューナークとかにしてもらってもいいかもしれないですね。はい。っていう感じで、で、あと、このデッキ、マジでバックに弱すぎて、全部踏むんですよ。底なしとか、デモンズチェーンとか、ほんと全部踏むんで、罠とか魔法トラップの、その、妨害カードを。なんで、もうほんと挨拶するしかねえっす。挨拶していくしかねえ。で、スキルは、まあ、これは何でもいいかなと思ったんだけど、まあ、一応かっこいいから、調律。カードで欲しいけどね、これ。そろそろ、まあ、一応強化されたんですよ、これ。ライフポイントが1000減った後に、シンクロン持ってきて、持ってくるっていうスキルになりました。これ、ジャンク最初は入れていたんですが、ジャンク、シンクロンいらねってなって、この下の効果は、今回は使いませんという感じです。早速、レイド和製によるシンクロ連打デッキ、お見せしていきたいと思います。デュエル、スタンバイ。いくぞ、ブルーノ！ブルーノはまだか！さあ、キャラクターもったいぶってないでさ、早めにちょっとアンチノミンさんちょっとお願いしていいですか。自分アンチノミンさんお願いしていいですか。ボルタロー出す、これボルタロー出すか。ボルタロー出して、とっとこ走るよボルタロー、大好きなのはスクラップピスト。はい、全然関係ないだ、モンスター出していく。全然関係ないモンスター出して、ラッシュウォーリアーのモンスター効果発動、墓地の新規のモンスターを回収。よし、勝ったな。ターンを終了するぜ。もうちょっと若干先行弱いけど先行でサイクルネーム出せると一番、まあ、いいかなみたいな感じなんですが、さあ、イザヨイアクセシどういったデッキなんでしょうか。さあ、カードを1枚ドロー、あー、じゃあセット、あー、ミーヤズカサね。
宮塚さの効果で大間の用途の方出していく。なるほど、大間の用途出していく。なるほど、七シンクロ、ほう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 、はいはい、ああ、あやかし神の方、了解。これあやかし神、これ結局墓地にあれ行かないけどいいのかな。レベル2の中な、いいんすかね。まあ別に関係ねえか、でも出せねえのか。はいはい、でコーラルドラゴンの効果そう、よーし、最強だぜ、最強ハンドだぜ、これは最強だぜ。よし、貴様に今から情報見してやろう。スキルもちろん発動、勝率、カードを命に吹き込むのはデュエリストの宿命だ。そして、お、オライオンが墓地に落ちたけど、スキルで落ちるから効果が発動しない。はい、何その仕様、おはようございます、おはようございます。クイックシンクロンのモンスター効果発動、レベル2オライオン、現状期オライオンを墓地の送り、クイックシンクロンを特殊化しオライオンのモンスター効果発動、レベル3の、オライオン現状期トークンにレベル5クイックシンクロンをチューニング、集い人志が怒号の魔人を呼び覚ます、光さすに包まれ新規の召喚、粉砕せよジャンクデストロイヤー、ジャンクデストロイヤーのモンスター号が発動、新規の召喚を素材にした数まで相手のカードを破壊できる。そしてクイックシンクロンのモンスター号が発動、ボルタロー墓地のクイックシンクロンを特殊召喚、そして墓地のボルタローのモンスター号が発動、チューナーモンスターが存在する場合墓地より特殊召喚できる。レベル2ボルトのヘッジョックにレベル5クイックシンクロもチューニング、新規の召喚、集いし思いだ、ここに新たな力となる、光さす道のれ新規の召喚、燃え上がれニトロウォーリアー、そしてライドロードアサシンライデンを通常召喚、これでクリボール系はバッチリだぜ、いけライトロードアサシンロケットパンチです、ストライナックルレイワへようこそ。さあ、お相手の方バンデットキース選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ハンドはまあ強いな、まあちょっと落ち方によるけど、アサシンライデンのライデンでもね、ライデンのね、運ゲー結構楽しいですからね、割とオライオン落ちろ落ちたーみたいな、ボルタル落ちる、うわ落ちたーみたいなのめっちゃ面白いんで、結構俺には、ああなるほど、ネオスはアーチャーですね、アーチャー、ネオスはアーチャーで除外できれば全然大丈夫なんで、ネオスフュージョン OK、 アーチャー側強いんですわ、あの除去効果持ってるんでね、除外するんで、その破壊耐性みたいなのがあるモンスターも全然いけるんで、はい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 、ブレイブネオス OK、 あ伏せなし、なるほど、癖なし、援軍も来た、援軍強い、光の援軍の効果発動、はい、じゃボルタル落ちた、強い、勝ったほとんど多分ほぼ勝ち、槍用めっちゃある、どうしようかな、槍用めっちゃあるけど、槍用めっちゃある、ちょっと一回ライデン1枚いらんな、ライデン1枚いらねえから、もうちょっと一回クイックシンクロン出す、クイックシンクロン出すで、ボルタロを男走るよボルタロを、でレベル2ボルトヘッジョックにレベル5クイックシンクロンをチューニングしていけばいいのか、いいんだな、レベル2ボルトヘッジョックにレベル5クイックシンクロンをチューニング、リミット解放レベル7、集いし叫びが小玉の矢となり空を裂く、控えさし見据われ新規の召喚、いでよジャンクアーチャー、ジャンクアーチャーのモンスター効果発動、フィールドのモンスター一体を選択しこのゲームから除外する、さらにライトロードアサシンライデンを召喚、アサシンライデンの効果発動、ペペ、そして墓地のボルトヘッジョックのモンスター効果、ボルトヘッジョックを墓地から特殊召喚しレベル2ボルトヘッジョックにレベル4ライトロードアサシンライデンをチューニング、リミット解放レベル6レギュレーターオープン、スラスターウォームアップ OK、ブースター注入 120% ナビゲーションオールクリア、ゴー新規の召喚、カモンマイティーウォーリオー、
そしてこのままバトルフェーズに移行し、マイティウォーリアーのダメージステップ、自分ラッシュウォーリアーいいですか、対戦ありがとうございました。今の君私は倒せる。さあお相手のことはヘビースターさん、まだ珍しいスキルじゃないか。アトランティス、なるほどアトランティス、やばいやつ来たー。お互いに攻撃力1800以下のモンスターを特殊召喚できない、やばい。クイックシンクロンが使えない、まずい。ちょっととりあえず援軍発動、ちょっと待って、でライデン持ってくる。ちょっと待って、これ俺どうすればいいんだ、レベル、あ、なるほどね。ラッシュは落ちた、ラッシュデュエルは落ちた。ライトロード、アサシンライデンを召喚、アサシンライデンのモンスター効果を発動するか、モンスター効果発動。ボルタロー、オライオン、オライオンも出ない、やばいこれ。ちょっとこれマジやばい、マジやばいこと起きてる。待って、オライオンも出ねえしボルタロも出せねえ、やべえこれ、ガチでやばいこれ、ガチやばいこれ。人間発動するのこれ、いやマジでやばいこれは。これ待って、俺どうやってタップタップすんだこいつ、待ってくれ待ってくれ待ってくれ、ちょっとやばい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 ことが起きてる、ちょっとマジでやばいことが起きてる。これどうするの俺、スキル発動するしかないよね、スキル発動していく、で勝率クイックシンクロ持ってきた、クイックシンクロ3枚来た、クイックシンクロ3枚来た、ライデン持ってくる、加えられない、なるほど。ちょっとマジやばい、マジやばい、これマジでやばい、ガチでやばい、何にもできない、何にもできない、これやばいわ、これやばすぎる、こいつなんだこのモンスター、やばすぎるわ。